平野紫仕様、戸部先輩三宅健も驚いた、グルテンフリー生活。デビュー秒読みで、さらなる、ビボディー化計画。皆さん、こんにちは。今回は、元 V6 のメンバーであり、現在は戸部所属の三宅健さんが行った YouTube での生配信についてお伝えします。この配信で、三宅さんが明かした食事会の内容が、意外な事実を明らかにしました。 それでは、詳細を見ていきましょう。驚きの食事会報告。8月22日、三宅健さんが行った YouTube での生配信で、飛べファミリーのメンバーとの食事会について報告しました。そして、その中で驚きのエピソードが飛び出しました。 なんと、元ー、NG ・ n g ドブスの平野志陽さんが小麦アレルギーであることや、グルテンフリーを心がけていることを披露したのです。食事会の席順と微笑ましいエピソード。食事会では、三宅さんの左右には平野志陽さんと神宮寺ゆ太さんが座り、平野さんの隣にはイヌップの佐藤真さんが座ったと言います。三宅さんは、 平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて食べれないのを全部シンくんにあげてたと微笑ましいエピソードを語りました。この様子からファンの間でも平野さんの食事制限が注目されていることが伺えます。小麦アレルギーとグルテンフリーについて。ここで小麦アレルギーとグルテンフリーについて詳しく見てみましょう。小麦アレルギーは 消化器官が未発達の子供に多く見られることがあります。ただし、成長とともに改善するケースもあるとのことです。平野さんは過去にテレビで小麦粉を含む食品を摂取している姿が見られ、またインスタグラムのストーリーズでも小麦アレルギーの改善について言及していました。このことから常に気をつけなければならないほどの状態ではないようです。 一方で、グルテンフリーとは、小麦に含まれるグルテンを摂取しないようにする食事のスタイルです。セリアック病患者のために始まった食事療法であり、美容を意識する人々の間でも注目を集めています。しかし、厳格に守ることは難しく、ゆるい取り入れ方が一般的です。平野の仕様の、グルテンフリー生活、の意義。平野の仕様さんは、肌や、 体調を整えるために、時折、グルテンフリー生活を取り入れています。特に仕事に集中する際には、食事にも気を配るようです。最近のグルテンフリー生活の継続は、彼の大きな仕事が迫っていることを示唆しています。すでに楽曲制作が進行中であり、デビューに向けた準備が進んでいることが伺えます。美ボディー化の成果も、 平野紫洋さんのグルテンフリー生活は美ボディ化にも効果をもたらしているようです。彼の引き締まった体はファンの間で話題となっています。デビューへの準備も順調に進行しており、ますます魅力的な姿を披露することが期待されています。結論。平野紫洋さんの意外な食事制限について、戸部ファミリーとの食事会を通じて明らかにしました。 小麦アレルギーやグルテンフリーという取り組みは彼の美ボディー化計画やデビューに向けた体づくりに寄与していることが分かりました。今後の彼の活躍にますます期待が高まりますね。読者への挨拶。今回の記事で平野志耀さんの意外な一面や努力についてご紹介しました。彼の美ボディー化計画やデビューに向けた姿勢には多くのファンが感銘を受けることでしょう。 これからも彼の輝く未来に注目していきましょう。